教えて道場教官。前野くんが演じている道場厚といえば教官でございます。教官といえば僕たちに正しい知識を教えてくれたり、いろいろな見本を見せてくれる存在でございます。ということでですね、道場を演じている前野くんにいろんなことを教えてもらったり、いろいろなことの見本を見せてもらおうというコーナーです。教官なのでできて当然です。そんなわけねえだろう。うまくいった場合はですね、何もありません。なんでだよ。当然なんで。しかしですね、教官にもかかわらず失敗するとですね、その度に素敵な罰ゲームにチャレンジしてもらいます。はい、今回はですね、すごく適正温度のセンブリ茶のご用意。だからもうセンブリ茶やだよ。体がいいんだよ。うん、そうなんだけど。でもね、これおかしいって。これ教えて道場教官とかやるんだったら、頑張れ手塚くんとかさ、そういうコーナーも必要になってくるじゃん。俺ばっかりリスク背負うのおかしいよ、これは。頑張れ手塚くんとかさ、ね、そこはどうなの小牧くんとか、そういうのも必要なんださ。そういうコーナー必要ないこれ。俺だけおかしいよこれ。俺だけセンプリ茶飲むみたいなコーナーになって。苦情は全部スタッフに言ってください。そしてですね、このコーナーはですね、もう特に女性リスナー、女性スタッフにもう非常に好評でございます。この間のすごかったね、本当に。ね、もう前回はですね、石田さんもセンプリ茶飲んでいただきましてですね、どうにも前のがね、こう不甲斐ない飲み方をしてたのよね、結構ブー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 。いやちゃんと飲んだじゃんだって、あれは最後まで。飲んだじゃん。なんでそれなのにブーブー来るわけ？まあ一杯ね、いきなり一気でこうグッと飲まなかった、ね。あれね、皆さん飲んでないからね、なんか男らしくないとか言えるんだけど、うん、これ飲んだらね、そんな余裕ないよ、うん、絶対。よし、じゃあゲーム頑張っていこう。今日もですね、毎回の通りですね、道場教官だとこうやって言うだろうっていうのと、なあ、それ、それ。前のだったら、こうやって言うだろうっていう。それはあの時だけの限定の、あれでしょ、ね、2個言うっていうのは。なんでそれはだってあの時さ、突発的に生まれたお前のアイディアでしょ。いや、嘘だ。だってニューマイノだろ、お前。台本にそんなこと書いてないもんだって。イメージが大事なニューマイノだろ。何な、そう、ニューオレ。そう。そうだろ、もうデフォルトだろ。あ、ここデフォルトって言われた。なんで2個やるのこれ。はい、当たり前のやつ。こんなコーナーじゃなかったよ、最初。さあ、今回はですね、もう皆さん素敵なメールありがとうございます。本当にね、これね、僕本当にどれにしようかすげえ悩んだんですよ。いいよ、俺わかんねえんだよ、このコーナー。みんなね、ええこと考えるな、お前ら。してや、マジ、何何。すげえな、俺若くすっぞ。言ってた、悟空だ。さあ、こちら、今回教えてほしいのは、こちらでございます。何ラジオネーム、おにゃんこぽんさんからいただきました。くれなんかおにゃんこぽんって言うとなんかすごい卑猥な感じがしますけどね。お題メモらせて、お題。今日は教官にどうしても聞きたい質問があってメールしました。はい、僕は今18歳と半年くらいなんですが、実は未だに某大手レンタルショップの端っこ18禁コーナーに入ったことがありません。どうすれば一歩を踏み出す勇気が出るのでしょうか。教官が初めて18禁コーナーに入った時のことを教えてください。これは意味わからん。ぜひよろしくお願いします。あ、誰？これ意味わからん、はい。これ何で教えればいいの？コーナー入ったって。コーナー入った時のことを道場で言うの、まず。道場で言う？うん。その入った時の感想？道場が18禁コーナーに初めて入った時の。お前、今、なんか、お前間違えたこと言ってる。道場は18禁コーナーなんか行かない。嘘つけ。いや、行かないでしょ。行くよ。行くのかな？お前別冊読んでからそういうこと言え。あ、18禁コーナー、いや、そうなんだ。うん。別冊お前読むといろいろ、道場って、はぁっていうね。こう、なんだろう、読んでて、こう、あ、道場って思っちゃう、道場、あって、そういう風な感覚になるからね。そうそう、それもありますしね。まあ、あとは前のが18禁コーナーに初めて入った時の感想っていうのはね、ちゃんと言ってもらいましょうかね。それではですね、道場教官でまず言ってもらいましょう。それでは、道場教官が初めて18禁コーナーに入った時のことです。どうぞ。この程度か。何ありじゃないのこれは。これはありだろ。これはありだよね。これセンブリ茶じゃないよ、ね。これはね、これはね、あり。ありだよ、ありですよね。これは男らしい。男らしい。これは本当に、さすが道場だね。この程度か。これはもうスタッフ全員うなずきましたもん。うん、これはすごい。うん、あ、さすがだな。さすが前野だ。うん、もうやってるだけあるね。だろ？よくわかってる。その通りだ。じゃあそんな前のが18禁コーナーに入った時のことを教えてください。うん、いきますよ。ドン！素人コーナーはどこかな？おやだおやだおやだ。今のカットしてくれ。カットしてくれ。あのね、気持ちわかるよ。うん、あの女優さんとかでいっぱい見てると、だんだん生のリアクションが欲しくなる。いっぱい見てない。何を話してんだ俺は。何を話してんだ。見てないけど。うん、今回はありかもしれない。今回はありかもしれない。よし、ありだ。これはありだ。じゃあ今回は、これはありだ。もう大サービス。うん、男前をどんどん上げていこうってことで、うん、その男度をどんどん上げるために、うん、センブリ茶飲む。なんでだよ。結局センブリ茶出てくんのかい。センブリ茶飲む。なんでだよ。書いてはないのより男らしくなるためにだよ。なんで意味わからん。
だって。よし、な、詰めて今度。前回は暑かったのに。適温って言っただろ。で、今回はですね、スタッフが聞き聞かせてですね、2倍の、濃さにしてあります。すいません。濃縮すいません、それ台本に書いとけよ、今回は。濃縮ギュッとしてあるみたいな。え、もう飲むの？そうそうそう。もう今回は本当に、ね。いや、もうなんか、濃いですよ。ゲル吐きそう、やべ。ちょっとだけ匂い考えるんですけど、結構ね。ちょっと。一緒にティッシュ欲しい、ティッシュ。うわ、マジすっげえ濃い。じゃ、ぐっといけよ。一気だから一気。だから、コクンって飲んじゃえばいいんだよ。コクンって。よいしょ。腹水出てきちゃう。お味はいかがですか、前の君。これあぶ。いかがですか、お味は。この程度か。これね、ラジオやってて思うんだけど、本当に前のの男前とか上がってる。マジで。頑張れ頑張れあ、やべ、頭痛い。大丈夫だ、あともうちょっとだけ頑張れよ。よし、頑張れ。はい。皆さんですね、道場教官に教えてほしいこと。あ、もうやだ。そして前のに教えてほしいこと。あ、怖い。うわ普通に弱音を吐く。せっかく男前とか上がったから。そこは飲み込めよ。おやりたくない。センブリ茶と同じようにそこは飲み込めよ。な、俺ちょっと今うまいこと言ったから。もうね、見せてほしいことね。見本見せてほしいことなの。どんどん送ってくださいね。ほんと、ぜひぜひお待ちしております。まだまだね、ほんとにエグいこと、待ってるんでね。もう、ちょっと一回送ったから、もうこれで大丈夫だろうなんて思わずにですね、どん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 回数送ってください。もうやりたくない。ぜひよろしくお願いします。以上、やりたくない。教えて、道場教官のコーナーでした。